見るポーズ、なかなかエロいことが判明する。ヌートバーさんありがとうございます。あやパンいいね。何を握ってるジェスチャーなんですかね。ワイもずっと下ネタっぽく見えるなとは思ってた。4枚目はなんか違うもの握ってますね。行くときにヌートバーの顔が思い浮かぶ模様。レディットでも同じこと言ってるやついたな。だから大げさなぐらいはしゃいで動かせとかなんとか。村上宗隆さんヒットした直後なのに暗くて不機嫌そうにペッパーミルしてしまう。この負のオーラなんなん。キムテコキみたいやな。これ面白かったな。暗い表情でやるのが逆にレアになってる。普通のペッパーミルはこうやからな。誰も会ってない。いや上からかけるときハーのポーズなるやろ。いや君使ったことないんくさ。やっぱりこれエロいよな。Y の行きつけマットヘルスではこれやってくれる。 Y もちょっとだけ思ってた。やっぱエロいな。誰も言わないから Y も知らんふりしてたが、他国から見たら日本の選手ヒット打ったら手こきしてるぞみたいになってるんかな。ヌートバーの遺産。キツネダンスもエロいし、ぶっちゃけ野球関係ってエロいのばっかやん。プレミアリーグの観客もよく手こきジェスチャーやるよな。家でマス書いてろって相手選手煽るやつ。でもそもそも破損優位とありそうだよな。ヌートバーの性格ならやりかねん。ご視聴ありがとうございました。